everyone. I'm Haruka. I'll be teaching English at Mirairo House. 皆さん、こんにちは。株式会社ミライロの遠藤遥と申します。普段はミライロの一員としてユニバーサルマナーをお伝えしています。今回、英語のイベントをミライロハウスにて開催いたします。少し私の自己紹介をさせていただきます。私は4歳の頃から7年間アメリカに住んでいました。そして帰国後も英語を勉強し、学生時代は英会話教室で4年間講師を務めていました。また1年半ほど前から全盲の小学生にオンラインで英語を教えています。そのような経験もあり、ミライロに入社後は障害の有無や障害の特性に限らず皆が平等に英語に触れる機会を作りたいと思い、このイベントを企画しました。皆さん、自己紹介や将来の夢について英語で表現してみませんか？第1回目は8月6日土曜日14時から15時半にミライロハウスにて開催予定です。親子で気軽に参加できるイベントなので、夏休みの思い出にいかがでしょうか？障害特性を英語で話す時間を設けるため数回に分けて開催予定です。今回は肢体不自由の学生や内部障害のある学生の皆様に向けて開催予定です。2回目は視覚障害のある学生さんに向けて開催予定で、その後も月に1度のペースでいろんな方に受講いただく予定です。もちろん英語を学んだことのない方も、英語を少し学んだことのある方も、英語のレベルは問わず皆様お待ちしております。一緒に楽しく英語に触れてみましょう。 See you!